シペルジーノが1499年から1500年頃に制作したマグダラのマリア。死の影響が本作品に見て取れる。フィレンツェ・ピッティ宮殿所蔵。シエナ大聖堂のピッコローミニ図書館の天井装飾。金を多用した鮮やかな色彩が特徴。この装飾事業にラファエロも関わっていた。聖、セバスティアヌスはイタリア。 世紀ルネサンスの巨匠、ラファエロ・サンツヨが1501年から1502年頃に制作した初期の絵画である。油彩。殉教者として名高いキリスト教の聖人、聖、セバスティアヌスを描いた本作品はラファエロがまだ自身のスタイルを確立していなかった初期の作例として重要であり、その仕上がりと明暗の表現によって20歳に満たない。 ラファエロの並外れた技量を現代に伝えている。神筆性に関しては19世紀の所有者の一人、グリエルモ・ロキス伯爵の解説以来疑われていない。大規模な作品の一部とする説もあるが、発注主の個人的な礼拝のために描かれたと考えられている。現在はベルガモのアッカデミア・カラーラに所蔵されている。ローマ皇帝、ディオクレティアヌスの時代。 フライトリアで軍に所属していた聖、セバスティアヌスは密かにキリスト教に改宗していた。しかし、仲間を援助しようとして改修が発覚し、処刑の際に矢を追いかけられた。体に矢を受けながらも、奇跡的に回復した聖、セバスティアヌスは皇帝の前で信仰を公言したため梱包で、撲殺されたという。ラファエロは、聖、セバスティアヌスを、 女性的な人物として描いている。後頭部には後輪が輝き赤いマントを羽織り手にアトリビュートの矢を携えている。視覚に強く訴えかける赤いマントは殉教者であることを示しているが聖、セバスティアヌスに殉教の苦痛は見られない。これは一般的な聖セバスティアヌスの作例と大きく異なっている。通常、聖、セバスティアヌスは 縦長の画面に裸で樹木か柱に縛られ体に矢を受けた姿で描かれる。対して本作品の衣服をまとったい、セバスティアヌスは美しく好かれた長い髪を持ち首をやや傾けて右を見つめる表情、矢を持つ優雅な手つき溶け込むような大気の表現は平和的であり、むしろ甘く心地よい雰囲気を漂わせている。 女性を思わせる奏暴や優雅な様子あるいは構図や風景など、ラファエロは師匠であるペルジーノの影響のもとに制作し、感情を抑制したスタイルを踏襲している。それに対して矢を持つ手つきはレオナルド・ダ・ヴィンチの研究を示しており、交差した楕円形のイメージはラファエロ自身の研究による。制作年代は16世紀初頭で一致しているが、 これは、シエナ大聖堂のピッコローミニ図書館でピントリッキオの女子として働いていた時期に重なっており、衣服に見られる金子の刺繍や金のネックレスといったラファエロ的でない宝飾の緻密な描写はこの時の影響とする説が有力である。19世紀初頭にクーレーマのズルラ伯爵のコレクションに現れる以前の来歴は全く不明である。その後、1818 18年頃に、 ミラノの彫刻家、ジュゼッペ・ロンギーが3000リラで購入し、1836年に政治家であり、美術コレクターでもあったクリエルモ・ロキス・伯爵のコレクションとなった。伯爵は1858年に自身が編纂した美術コレクションのカタログにおいて、本作品と関連してラファエロについて最も長く熱のこもった解説を付している。伯爵のコレクションは、 町の郊外に設立予定の私立美術館に収蔵されることになっていた。しかし、翌1859年、伯爵が死去すると、ベルガモ氏は遺族と話し合い、コレクションのうち約半分をアッカデミアカラーラに収蔵し、残りを売却した。実際にアッカデミアカラーラに収蔵されたのは、美術館が改築され、目録の整備が始まった1866年の、 ことであった。なお、現在のフレームは収蔵当時のものである。保存状態は良好である。薄い遺体にたわみはほとんどなく、絵の具層をほぼ完全に留めている。しかし1932年のマウロペッリチョリの修復でニスの効果を保つための上塗りが施され、わずかな加質が行われたが、その大部分は変質してしまった。変質箇所は茶褐色となり、 肉眼で容易に確認できたため、長年にわたって、絵画の状態の改善が望まれていた。日本でのラファエロ展における、出展後の2013年から2014年にかけて、ミラノのピナコテカディブレラ修復研究所で修復が行われたが、ラファエロ展の際に、アッカデミアカラーラに支払われた、借用料によって、絵画の模範的な科学調査が行われている。調査は、 非破壊検査、蛍光 X 線による元素分析、採取されたマイクロサンプルのスクリーニング、絵の具の相乗分析などが行われた。この調査によっていくつかの発見があった。ラファエロがスポルベロ技法を使用して下絵を転写していること、顔料に豊富なガラスが含まれており、これを用いることで明るさと透明性を与えようとしたと考えられること、また顔料に 古代のラピスラズリを使用しているなどの発見があった。修復においては、アッカデミアカッカーラのジョバンニバラグッサラの監督のもと、パオラボルゲーゼが絵画の修復を、パトリチア・フマガリがフレームの修復を行い、その結果、現在では絵画は以前の美しさを取り戻している。ありがとうございます。